どうも、ア田ザ・ソー生骨ラッ教室の代表、高野教師です。えー、連日、すごく暑い日が続いております。夏休みにも、学,学生はね、入って、えー、夏真っ盛りで,で、全国的にすごく暑い。で、マスクをしなきゃいけない、このコロナ禍で,で、しかも感染も増えてきている中で、えー、感染予防しつつも、この暑さ対策ですよね、えー、熱中症を、 感がてですね、どういう風に対策していくかというのはすごくシビアな対まあね対応を求められているのかなと思います。ま基本的にはえっ、ー、と人と接しないのであれば積極積極的にマスクを外してま外だったらなおさらのこと外して体温調節調節とか体調の管理をねしっかりやっていく方がいいんじゃないかなという思っています。 あのまあ、本当、話をするときはマスクをするということはまあ徹底して手洗い、あのうがいもそうだし、えっと、消毒ですね、えー、なんかは必ずやらなきゃいけないんですけれども、まあ、本当、暑いので登下校とかで、えーまあ、今、夏休みの峠登下校ないですけど登下校だとかそういうところ、うん、街をちょっと歩いていく中で誰も人がいないんだったらもう積極的にもうはず絶対、話を外した方がマスクを外した方がいいんじゃないかなって思ってます。 でですね、えー、この熱中症対策の中で忘れてはいけないのは、まあ、日々の体調管理ですよねで日々の体調管理で一番大切なのはやっぱり睡眠です寝寝れるかかどうでですす不足はめちゃめちちゃゃ体きついですで、まあ、当然ご飯もを食べるとかそういうことも当たり前に大事なんですけどあの例えば油分いっぱいとかあのー ねえー、消化に負担がかかるというか消化にパワーが必要なものを入れすぎちゃうともともと体力があうわ奪われてたりとか内臓が疲れている場合は消化がしにくくなっているので、えーまあっさりしたものとかでそれでも栄養価があるものを、ねえー、取らなきゃいけないですけど油っぽいのばっかり取っちゃうと結構きつかったりしますしプラス、やっぱりそこで睡眠が取れていないと本当に体が重くなっちゃって、えー、しんどくなります。 あのご飯を食べたでも寝れてないってなったら次の日また部活で運動しました熱中症になる可能性高いと思いますなのであの寝れるかどうかしっかり寝る、うん、夏休みで学校がないからこそそしてコロナ禍でうちの、えー、地域もそうですけどラジオ体操ななないいんですよね、えー、なくなっちゃいまもともとあっても1週間しかないくてほんと短いなと思ってましたけどそういう朝起きるっていうその。 同じ時間に起きるとかっていうそのサイクルですね、えー、生活習慣ってものが崩れがちですので、そういう風うになってくると、もうやっぱり体調管理難しい、本当に厳しくなってくるので、寝る時間を確保するそういうことを、えー、きっちりできるかどうかはかなり重要になってきます。寝れる、よく寝る、まあ暑くて寝れない場合はなんとかそのエアコンとか駆使したり。 そういうものをやってみましょう。そういうことが本当に大事になります。この一歩一歩の努力をやってあげると、この夏を健康に過ごせるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひそのように考えてやってみてください。まずは寝ることです。ちゃんと寝ないとしんどいです。これも当たり前ですけどね。でも、あの睡眠時間って削りがちになっちゃうから、その辺をしっかりと考えてやってみてください。 健康に過ごしましょう。本当にね、この暑さ、本当に命かかわってくるような暑さなので、えー、気をつけて過ごしてください。それでは、今日以上になります。質問やご意見などありましたら、コメント欄に残してください。えー、この動画が少しでも参考になったってことあればあ、高評価のボタンを押していただけると嬉しいです。あと、チャンネル登録も引き続きよろしくお願いします。それでは、また。